つま先から10センチの想像。皆さんこんにちは、ジェントルウォー TV ショーの時間です。この番組は同心大臣社がお送りするクリエイティブチャンネル。番組アシスタントは同心大臣社和田千秋です。よろしくお願いします。そしてこちらは、はい、同心大臣社プロデューサーの亀井です。本日よろしくお願いします。そして、本日からゲストを招いての番組進行になります。まずはビデオグラファーでありフォトグラファーである宮本翔太さん、通称宮本です。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。そしてイベントプロデューサーの池田正隆さん、池ちゃんです。こうやってメンバーでね、向き合ってこういう感じで話するのって多分初めて、そうですね、ですよね、ですよね。で、まあ今回のお題というかタイトルなんですが、さっき千秋ちゃんもタイトルコールしてくれたんですが、つま先から10センチの想像ですね。はい。で、同心大臣社の特色としては基本的に、まあ今も世の中いろんなことが飽和して情報も物もたくさんはびこっている中で、新たに新しいものを見つけるっていうのはかなり難しい状態です。ファッションにしても、例えばプロダクツにしても、過去の年代を少しこうね、に戻ったようなところから、まあ、リバイバルさせてリニューアルして、で新たなものを生んでるっていうのがもう現実ですから、でそこをですね、同心大臣社なりにこうの切り口でですね、ちょっと切っていって、でつま先から10センチっていうのはもうちょっとこう足元に近くにあるようなことで、みんながよく知ってるけれども私たちが違う角度から見たら全く違うものが生まれるっていうところを、まあ各分野のね、私たちところに所属しているプロの方々と、まあお話をして、ちょっと深く掘っていきたいなっていうふうに思うんですけど、まず宮本を池ちゃんに自己紹介をしてもらいたいなと思います。はい、彼らはまあそれぞれの分野のプロフェッショナルですから、そこの部分もちょっと触れていただきながら、ちょっと自分の分野の仕事のことをお話しいただけたらなと思います。じゃあ宮本から。はい。なんか緊張しますね。そうですね、カメラ目線ってやつですね。そうそう、と今紹介いただきました宮本翔太、日頃は宮本と呼ばれております。でフォトグラファー、ビデオグラファー、まあ写真と動画と両方携わっています。で先ほどまあお話の中であったんですけれども、まあ切り口っていうのがすごく僕なんか今響いたんですけれども、もともと撮るのは好きでした。で何が撮るの好きですかって、やっぱ人を撮るのが好きでした、でこの同心大臣社の方で、所属して、でまあいろんな被写体であったり、まあ、あと企画であったり、見ていく中でやっぱ一味切り口が違うな、自分の中の一つ楽しみになってます。なのでまあこれからもですね、まあ自分のまあできること、まあ写真であったり動画であったり撮って編集したりっていうのを一つまあグレードアップした、はい、また切り口を自分の中で持ってやっていきたいし、今もやっていくと、なんかまとまりないですね。いやいや、宮本らしい独特な世界観。そう言っていただけると、こんな感じで、はい、ぜひご紹介できますか。はい、はい、今和歌山を中心に、イベント活動をしてます。で、なるべく有名なアーティスト、それから、まあ、面白いアーティストを見つけてきて、レストランだったりライブハウス、面白そうな会場を見つけてイベントをやっているっていうのが今までの自分だったんですけれども、同心大臣社に関わるようになってからはクリエイティブな何か、ただ受けがいいだけではなくてですね、新しい何かを生み出すようなイベントに携われている気がしてですね、本当に素敵で楽しい思いをしている、やりがいのある思いをしているというところですね。さすがですね。
口調も外しません。そういうところがいけちゃうらしい。素晴らしいですもん。ですよね。はい。なんか質問ありますか？そうですね。やはりまあこう表現者といっても、まあいろいろまあ一般人の方からして表現者ってなると、例えば舞台の上で、まあ、例えば自分を表現するとか、ダンスとかそうですし、まあ、私なんかバレエをしてたので、こう自分の体を使って表現するってことが、こうダンスをしたり表現するってことがこうイメージに湧いてくるんですけども、こうカメラのやっぱりレンズ、ビデオのレンズを通して、またこう作品であったり、ものとか全てですね、それを表現していくっていう、いろんなこうクリエイティブの中の表現っていうものがあるんだなっていうふうなところがあって、ぜひ今日はその深いところを私も新しい世界を見せていただきたいなと思います。はい、多分、みんなに共通してるのは現場だと思います。なるほど。イベントもそうだし、例えば宮本がやってる撮影とかね、例えば動画をシューティングするのもそうだけど、その時の現場、多分一番気使ってるの空気じゃないですか。そう。ですよね。どう作るんですか。空気。まあ、現場にはまあ人が必ずいると。で、そうですね。まあ、撮影をする仕事なんですけれども、何もシャッターを押すだけが自分の役割じゃないっていうのは常から心がけています。その当日のもちろん初めましてからかなとは思うんですけども、それより前の情報収集であったり、そういったところも重きを置いて、まあ言い方悪いですけど、まあ、根回しと言いますか、はい、準備をしていく、種まくんですか、種をまくんですか、何を言うてるかちょっと何いやでも大切ですね、はい、自分がまあ安心できる空気作り、現場作りというのはできることをいますね。なんかよく、まあ、堅苦しいとか言われることもあるんですけども、はい、まあまあ自分のスタイルなのかな。なかなかでもスイッチ入った時現場すごいひょうきんですよね。ひょうきんですか、はい、あ結構飛んでますよね。飛んでますか。エンジンかかった時誰も止められない感じですよね。そうですか。はい。いやいや、なかなかこうね、客観的に見ていただく機会っていうのがなかったりするので、でも嬉しいです、うん、あどうですか、現場作り。そうですね、やっぱり空気感って一番大事ですよね。まあ、イベントでいうとノリっていうところもありますけれども、やっぱりあの技術ではないんじゃないかなっていうふうに、どんなに上手なまあ、アーティスト、ミュージシャンを呼んでも、その場を盛り上げられなかったらそれまでですし、それをね、まあ、歌が上手いとかだけじゃなくて、みんなを乗せるアーティストっていうのが、やっぱりイベントには一番大切で、その場の空気作りっていうところに自分も、その、まあ、重きを置いているわけですね。じゃあ、例えば乗せられないアーティストを出演させてしまったらどうするんですか？自分が、MC でなるほど、最後にうまいことを、あの、よかったですねというふうに持っていくしかないですよね。責任取るんですね。でもやっぱり、あの、皆さん上手ですね。アーティスト活動をされているだけあって、そんなに下手な人は、あの、乗せられない人はいない。なるほどね。みんな空気作りにやっぱり力を入れてますね。キャキちゃんのその現場作りってどうですか？そうですね、あの、私自身、まあ、個人の考えになってしまうかもしれないですけども、やはり自分自身の立場、その時の空気感を味わうっていうことが一番大切なのかなと思っていまして、自分自身がやっぱりこう気持ちが乗ってくると、はい、やっぱり伝染していくなと、言葉では表せないんですけども、それを一番こう大切にはしています。はい、はい、なるほど。どうですか、皆さんの意見聞いてみようの。どうでしょう。そうだなと思うんですけど、思いますよ今ちょっと急に振られたんで全然遠慮なくどんどん入ってください。はい、入ってください。ヘイちゃん特に入ってください。そうですね。結構こう準備を、まあ、前に出る人とかは、まあ、結構こうアーティスティックというか、感性で動く方が多いと思うんですけど、こうビデオとかこう司会進行とか、その場を組み立てていくってなると、どうしてもこう思考でちゃんと計画立ててこう考えていくのかなっていう筋を通すとか、そういうものをこうイメージしているんですけども、その辺はこうどういう感じで。自分はあまり考えないようにしていますね。もうアーティストが作ってくれたその雰囲気を
そのままうまいように活かせるようにっていうことで、やっぱり自分でその台本考えてしまうと、その通りにそのアーティストの流れを全部無視して自分の流れっていうのを作っていきそうになってしまうんで、それにならないようにもう全く台本は考えない、もうアーティストに振られたのそのまま活かせるように頑張りますね。あれですね、ここはやっぱり亀井先生の、そうですね、はい、考えもお聞きしたいところなんですけども、まあ現場に立つさですね、もう30数年くらいですね、はい、で最初はやっぱり現場に入った時はもうさっきチャイクちゃんが言ってたみたいにね、結構前もって企画を立てたり進行を考えたりっていうことなんだけども、失敗大好きでしてね、飛んだアクシデント、はいはい、もうこれほど生々しいものはなくてですね、あまりこう作られすぎてないもの、それをこう瞬時に拾う自分のアンテナが敏感かどうかで、今日の現場鈍いなとか今日の現場冴えてるなっていう感じはありますね。で変にこう情報をたくさん入れすぎたりするとね、なんかその情報に伝染しちゃってですね、はい、その伝染した空気をそのまんま持ったまんま現場へ入っちゃうと、これまた出演する人に伝染しちゃってですね、はい、全然面白くないものになるんですけれどね。あとは多分そこの現場にいる人たちのいわゆる粘りとか、まあ、持続性とか、そこの持続、そういうところがやっぱ大事かなと。以前にね、はい、シャボン玉を撮影の時飛ばしたんですよ。シャボン玉、はい、でシャボン玉を飛ばした時にシャボン玉って言うこと聞いてくれないんですね、うん、くるくる回してシャボン玉出すやつあるんですが、こう行ってほしいところがあるんですね、あるんだけどそこへ全然行かない、はい、行かなくてくる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 回してたんだけど、はい、全く行かないから、どうしたと思います、はい、いやもう好きなところ行ってください。8人がかりで両手にうちわ持って青い、はい、青い、ね、そのシャボン玉がそこに行くまで諦めなかった、8人で、うん、諦めなかったね、粘り強く、はい、そうです、気がつけば朝でした、ね、朝でしたシャボン玉にそうです。で今度はシャボン玉が飛びすぎて顔を隠したり失敗があるわけなんですけど、多分そういう風な現場作りって多分宮本もあるよね、きっと。なるほど、うん、この間そういうハート作ってくれたじゃないですか。はい、作りましたね、雑誌で。そうなんですよ、現場でね、撮影一緒したんですよ、はい、一緒したらなんか作ってるんですよ、作って見せてくれたんですけど、雑誌をねこう開いて、その丸めてハートを作ってこっからレンズで抜いた写真を、そうです、人物を撮ってて、なんかそういう工夫がね、はい、とても宮本の特徴で、こそ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 現場で何かやってるんですよ。こそこそしてましたね。でしょ、見つかりましたもんね。確かに。しかもあれ、犬取れましたもんね。そうですね。なかなか言い抜きだったですよね。うん、素敵です、うん。まあ、何かできないかなっていうのはやっぱり当日思いつく、はい、当日しか思いつかないこともあったりするので、うん、それは今言われたように前から情報を入れとってポンって出るもんでもない、はいはいはい、当日その場にいて空気感じて、うん、これいいんじゃないかな、やってみよう、うんうん、いい感じになりました。いい感じになりましたね。いや素晴らしいですね。もうそうそう、なんかそういうのありますか。即興、即興、即興というのはやっぱりアーティストがやってくれることという印象ですね、うんうん、自分はあまりカラーを出さないようにしている、うんうん、それがイベンターかなっていうふうに思いますので、うんうん、自分色は、僕はあまり出さないですね。企画の段階では出しますけれども、うんうんうん、現場ではあまり出さないですね。でも割と出たい願望もありますよね。そうかもしれないですね。そうかもしれないですけれども、やっぱりアーティストを立てるために現場ではそれを抑えるようにしていると思います、うん、皆さんね、この間このメンバーでカラオケ行ったんです。行った時に初めて歌聞いたんですね、うん、もうあれぐらい裏声伸びる人久しぶりに聞いたなっていう感じの、かなりこう歌がお上手でですね、舞台慣れもしててですね、もうなかなかね、もう自分前立てばいいんじゃないよっていう感じの、ね、人前で歌ったことはないです ね、 ね、かなりなもう印象的な感じだったんですけど、ありがとうございます、はい、新しいイケちゃんみたいな感じでぜひ一度聴いてみてください。いやぜひまた今度歌ってもらいましょうか、出てね、ぜひ聴いてもらいましょう。それも、はい、宮本もね、はい、なかなかなんです。あ、本当ですか。この2人ね、多分なかなかなんですよ。いやもう楽しみですね。いや隠してるんですけど、実は前出るタイプなんです。なるほど、はい、うーん、
そういうところでね、まあ、ちょっと現場話をしましたけど、はい、多分ねまた出演していただくことあると思うんです。話もなかなか面白いですし、です、ね、またこう見返しながらうちメンバーたくさんいますので、はい、また新たに番組をね、はい、訪れていただいて、はい、でまた違う方との顔ぶれで新たなテーマでいきたいなと思うんですが、はい、まあこれはねうちの番組の納めの必ずお決まりのことがありましてですね、うん、お二人に質問したいことがあって、でそれぞれそれを答えていただいてこの番組をちょっと締めたいなと思うんですが、まずは宮本、はい、ミヤモンにとってクリエイティブとは、クリエイティブ、まあ、クリエイティブってすごく幅も広いし、はい、こう深い言葉だなと思います、うん、で自分にとってなんだろうなと思ったら、うん、自己表現っていうのが一つ思い浮かびます、うん、そうですね、自己表現、たまたま僕はカメラを持って表現してるんですけれども、うん、まあもしかしたら歌が上手だったら歌で自己表現をしてたかもしれません。絵描くんが得意やったら絵を描いてたかもしれません。たまたま僕はカメラを持ってるんですけども。目の前に被写体であったり、撮らせていただく事柄があって、それをまあ精一杯クリエイティブ、自己表現が僕がしていると。なので僕が成長すればきっと自分のクリエイティブの幅は広がっていきますし、で、はたまた撮る被写体っていうのも今言ったような空気作りとかですね、そういうのもうまく僕がなって、より魅力的なところを引き出すことができたらまたクリエイティブは広がっていくかなという、すごい可能性を持った言葉だなというのが僕にとってのクリエイティブです。素晴らしい表現ですね。さあ、池ちゃんにとってのクリエイティブとは何でしょう。そうですね、クリエイティブ、今までなかったもの、それから今まであったけれども気づかなかったもの、そういうのがクリエイティブかなと思うんですけれども、ただそういうもので人を感動させるものがクリエイティブっていうものなんじゃないのかなというふうに思います。短いですけれどもそういうイメージですね。いや、すごい深かったと思いますね。結局自分の思い込みだけじゃなくて、相手がいて、はい、そうですね、その結果とつながって初めてクリエイティブになると、相手の心を動かすことができて初めてクリエイティブかなという。あ、これも素晴らしい。はい、皆さん最後にこの質問するのはね、このタイトルの一番最後の創造、いわゆるクリエーションというところ、ここを大事にしたこれは番組なんですね。それぞれのセクションのそれぞれのプロが集まって、でクリエイティブとは何かということを最後に締めていただいて、まあ、これがまた同心大臣者としての一つ一つの色、また特色でもありますし、その人の数だけの色が一つになってね、深いものを僕たちは作っていくと思うんですけれども、チャキちゃんにも質問していいかな。はい、チャキちゃんにとってのクリエイティブとは何でしょう。はい、私にとってのクリエイティブとは、もうありのままの自分で生きるということですね。生きることがもうその場、空間に私自身がいること、存在することが自己表現だと私の中では思っています。はい、はい、素晴らしい表現です。はい、ちょっとお時間となったんですが、こういう形でね、今後もまた何度も来ていただくと思います。それぞれのもうちょっと深い話も今度挟みながら、まあ、また現場話以外のこと、いわゆる作品作りだったりとか、作る過程のプロセスとか、そういうところもちょっと興味深いところたくさんあるので、ぜひまたお越しください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。等身大臣者。